どうしたの？いや、なんでもないかも。こんばんは、コウキ TV のコウキとお父さんです。はい、バレエから帰ってきてお風呂から上がったので早速ね、コウキの方でポケポケやっていきます。はい、ミュウツーとリザードンとピカチュウがおるよ。そう、お父さんね、ピカチュウにしたんじゃ。まあ、とりあえず進めてみてや。うお、いや、かっこよすぎるやろ、ミュウツー。これすごいやろ、 3D のなんか立体感がね、やばいんよ。うお、これ多分ね、SAR みたいなやつ。 OK、 アイコンもね、変えれるよ。お父さんボスにして、これ、サカキやろ。そうよ、サカキにして。カビゴンがかわいい。うん、ヤドランもかわいい。 OK、 ヤドンやろ、これ。ヤドンやね、そうや。そう、でも早速ね、拡張パック引けるんよ。お父さんはピカチュウにしたっけ。最強の遺伝子ミュウツーやろ、これにするよ。パック開ける感じとか最高やけ。横になぞって、切るの下手くそすぎた。1パック5枚ね。不思議だね。不思議だね。シェルダー。うん。ミニリュウ。出るとしたら5枚目がレアやけ。サンドパン。ガラガラ EX。おいおい、ミュウツーは？ガラガラってどうなんやろ。骨ブーメランだって。コインを2回投げ、表の数かける80ダメージ。お父さんはウィンディーやった。え、めっちゃ、なんか立体的やない？うん、すごいやろ。目がさ、ほら。あー、レインボーに光るね。こっからね、あと何パックかは、引けるけ。開封します。ミュウツー出んかな？いや、ミュウツー出てほしいんやけど。やるよね。これやったら、わーって光が出るの、すごいかっこいいもん。これ。さあ、ミュウツー出るのか。不思議そう。うん。ウール。ウール、かわいい。エレザード、クイタラン、ミュウツー来い。あ、キルリア。キルリアね。クラちゃんも見るん。これ弾けるけ楽しい。いや、すごい面白いんよ、これ。はい、10達成。これ、ゲットチャレンジってやつね。ランダムで1枚ゲットできるの。まあ、やっちゃううちにね。うん。これ。お、どう見た？しっかりやってたよ。欲しかったやつ。お父さん、これの、ゼニガメのやつ当てたよ。そうなの？うん。絶対当たるんかな？わからん。当たるんかもしれん、ひょっとしたら。運がめっちゃすごいやんって思っちゃったら。偶然なのか設定なのかはわからないけど、これでチュートリアル基本的には終わりですってなっちゃうけど、引けるんよ。ちょっといいカード引いてみてほしいな。これパック開封するのがいい感じなんよね。タタッコ、エリキテル、ルージュラ、スピオ。お、星さん、え、あ、またガラガラやん。もうまたか。かぶりはどうなるんかな。かぶりはね、なんか2枚ってなる。ガラガラじゃないのがよかったね。おい、まだいけるんじゃない。開封する。はい、開封できるよ。これやな、ミュウツーコンかな。うっ、おー、フリーザー。フリーザー来てんけど。コロモリ、ユキハミ。これそうか、ひっくり返して開けたからこういう順番なんじゃ。な、いや、そうやろね。なるほどね。うわぁ、そういうことなんじゃ。フリーザー来ましたよ。いいなぁ。この砂時計使ったら時間減せるん。こんなに引かせてもらっていいんですか。ちょっとミュウツー、こんかな。これやな。ラッタ、ドゴドリオ、コラッタ、ストライク、ミュウツー来て。ピショット。アートレアかな？アートレアっぽい感じよね。でも星1やけアートレアなんやない？
これの星ね、なんかマックス3つのやつがあるのかな。え、すごくない？ピジョット来たよ。すごいいいの引くね。めっちゃかっこいいんやけど、このピジョット浮き出てはこんね。コインキング掴んでおけね。ほんとじゃ。コインキングが吊るされちゃう。この上のハートを使って、うん、他の人が引いた中からね、これ多分リアルタイムにで、いいカードが出とるところは、うん、使うハートの数が多い。やばい、これはね、むずい。これは本当に運よ。うんふん。サンド持っちゃう気がせないけど、どこやったんやろ。ここ行っちゃけばよかった、素直に。左下ね。できることまとめて受け取るで、そうやね。このアイテムを24、あの砂時計もらったから2回開けてみます。うん、2回はいけるよ。あえてこれでいく。カモネギエルフン役でこらった。お願い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 。誰だ。ダンクくらいで。どうするの？もう自由に使うの？それはね、もちろんよ。今度は逆に1,2,3,4,5,6,7,9,10。え？運命を感じるよ。ポニータ。ポニータ、不思議だね。え？ 3 枚目にまた？ピジョット。え、じゃあ5枚目はどうなの？チョーズ！いや、絶対お父さんより引きいいって。なんかいいか、またでもピジョットかぶりか。光ってるよ。飛び出るのは EX だけやない？そうやね。あれは、あの光り方はでもレアよね。お、うん、バトルもできるようになったね。はい、行きまーす。ところどころに裏返しを挟んでおこう。裏、これは裏返して、何パックいける？ 64 4はいける。4パックはいけるか。野党盛り、心盛り、ゴルザック。もうええね、イラストは。不思議だね、モルフォン。ノーマルばっかりやね。いや、いっぱい弾けるけさ、これを弾こう。サンド、シママ、アーボ、かわいい、切り刻ざん、ラストはベトベトン。ミュウツーコンかな、ミュウツー。ミュウツー来てほしいな。3回はいけると思う、これ含めて。どうした？いや、なんでもないかも。サンド、サイホーン、メタモン。これ AR よね。かわいい。うわ、すごい。ってことは5枚目も期待できるよ。そんなこと言ったら、いくよ。はい、じゃん。EX フリーザー EX。 え、あのさ、開けた時にピカンってなったんよ、パックが。え、そうなんですか？気づいちゃった。ってなって、やけど、いや、違うかもしれんけなって思ったら。これすごい。フリーザー EX。 いや、EX って。やばい。すごい。あ、おーおーおお。やばい。3D がすごい。やばい。いや、すごい。弾いてよかったね。よかった。え、見て。これす、あ、やけ、SR だ、感じとしては。いやね。うん。いや、めっちゃかっこいいんやけど。マジでかっこいい。でもね。あと2回いけるよ。めっちゃ嬉しいけど。クラちゃん。はいはい。ミュウツー欲しいよね。ミュウツー出てほしい。これやき。ほら、光ってないやん。え？光ったりした？さっきちょっとパッってなったんよ。あ、そうなん。
モスノウ、クラブ、ルージュラ、パルシェン。はあ、なるほどね。見たらね、絶対わかるけど、うん、え、ほんと全然気づかなかった。ちょっと光ってたけど、びっくりしたもん。ラストですね。ラストね。ピカって光る？光ったんよ、さっきは。5枚分をさ、こう光らなかった。ポンって押す前にグーって傾けたら、うん、あの下の方が多分見れるんよ。見れたりせん？グーって動かせられん。ほら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 、一番底がどうな、なんやろこれ。ちょっと光っちゃう。なんか色がついとるね、角。ドードリオ、モンメン、うんうん、コラッタ、ゴビット、ゲンガー。ゲンガーね。これはレアやね。3あるね、星の3。星っていうか。うわぁ、いいカード見たなぁ。めっちゃ良かった。受け取っといて。また24やん。ラスト1回引こう。OK。ミュウツー。頼む。お願い。星3来てほしいな。ラスト2回やね。うん、2回はいけるよ。SAR 来てほしいなぁ。どれか先に1枚選んど。お、もうこれが選んであるやん。間違えた。もう変更は不可能？不可能や。光ってはないね。エルフーンか。バリヤード、小またな、イーブイ、クイタラン。うん。ラスト1パックね。ラスト、本当にラスト。裏返しないのに裏返っちゃうやつがあるんよね。そうなんよ、中にね。もう引けってことやないんや。おっ！光ったね。光った光った。確かに分かった今の。光ったやろ。うん、光った。バリヤード、チラーミー、ラッタ。3枚目何にもないね。心森、見れんの？あ、いや見れる見る。あー、 AR やない？この周りは。いくよ。うん。あ、またメタモンか。光ったんやけどな。レベル4。もうレベル4まで行ったんや。砂時計もらったんやけど。お父さんまだレベル2なんやけど。砂時計足りる？あ、また16になっとるじゃん。そうよ。ミュウツーが出たらいいんやけどね、ほんとに。ミュウツーいいなぁ。なんか中にはね、全部SR 以上みたいなやつとかもあるみたいな。そんな紙パックがあるの？うん。これにしよう。光れ！あー、光らんか。コクーン、ドードー、ドガース、モスノウ。光ったやつはこの下のは。ゲンガー EX！ え、ほんとや。光ってないのに？あ、これはでもさ、これはひし形4つやん。これはやけ、あっちよ。あっちの EX。ダブルレアってこと？そう。けど、さっきのやつは、うん、SR の EX みたいな。うん、ああ、やっぱそうなんじゃ。いや、これでもすごいよ、これも。はい、というわけで今回は初めてポケポケをやってみました。パック開けまくったね。ミュウツーばっかりね。いや、マジでよかった。フリーザー EX。これね。すごいね、これ。これが一番レア度が高かったね、今日。うん。SR とは書かれてないんよね、でも。でも、うん、SR, SR って感じやね。それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。クラちゃんもバイバーイするかね。